Hey guys! 英会話スクールイングリッシュパートナーズのテカワサツキです。それには英語で besides。音節は2つで besides です。アクセントは i につくので i を強調して発音してみましょう。besides。besides。品詞は副詞です。それでは例文を見ていきましょう。家にいようよ。 それに出かける気分じゃないし Let's stay home besides I'm not in the mood to go outside それには他に also や moreover などがありますそれには英語で besides でしたぜひ使ってみてください出張英会話レッスンなら English p a r t n e r で検索オンラインレッスンもやってます